どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓戦の押さえておきたいガチルール解説、ガチヤグラ編っていうのをやっていきたいと思います。ガチヤグラといえば乗ってなんぼのルールになりますが、ストリンガーの特徴を生かすとなると相性のいいルールのように感じます。後衛としても周りの状況を見て判断がしやすい面がありますので、各シーンでの役割を押さえておくと立ち回りがしやすくなるように感じます。今回はガチヤグラを初動、乗る前、関門、奪還のシーンに分けてお話ししたいと思います。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それでは早速解説していきます。まずはガチヤグラについてルールの振り返りをしたいと思います。基本ルール、ガチヤグラに乗って決められたルートと関門を通ってゴールを目指す。ヤグラに乗るスピードは2人以上でも変化はしない。ヤグラに乗ると優劣に関係なくスペシャルが自動で溜まる。ヤグラを両チーム確保していないとき、劣勢側が自動で溜まる。関門、一度突破すれば素通りすることができる。関門のみ複数人で乗った場合、カウントが早く進む。延長、劣勢チームがヤグラに乗って時間切れになると発生する。ヤグラに乗り続けることで味方への恩恵も大きいですし、敵のスペシャル増加を抑えれるので、なるべく乗っていきたいところですね。ヤグラに乗れば高さと射程を生かせるので、その点も着目してお話ししていきたいと思います。まずは初動の動きからです。初動の動きとしてはポジションの確保とヤグラ周りにいる敵の排除からとなります。ヤグラに乗るタイミングを考えると、敵を2枚落としているか、ヤグラより先を味方が確保している時なので、最初に焦る必要がないんですよね。初動はヤグラに乗らない限りスペシャルも自動で溜まったりしませんので、相手を倒すことに専念しましょう。ヤグラを壁として使うことも多いので、メインで攻撃をしたりサブでクリアリングしたりと念入りに対処していくといいかと思います。また初動時に均衡状態だとスペシャルが溜まりやすいと思います。相手を倒すことに使用するのもいいですが、メガホンは関門付近で使用すると相手が近づきにくかったり、相手の防衛の邪魔をして時間が稼げますので、温存できそうならするといいかと思います。続いてはガチヤグラに乗る前の話です。ヤグラに乗る前の状況はガチヤグラを出ていると一番多い時間かと思います。この時間の使い方で状況が大きく変わると言っていいかと思います。乗る前に関してはヤグラの先を抑えるということを意識するといいかと思います。具体的に言うなら、次の関門より前を抑えるというイメージです。ヤグラは乗ることで無理やり前に進めることができるルールですが、言い換えれば敵陣に突っ込んでいくルールになります。ということは乗れば乗るほど危険になるということです。敵を2枚落としただけでヤグラに乗って進めていると、敵陣で待ち伏せしている相手にスペシャルや高所からの圧力でヤグラ城を攻撃されてしまいます。ヤグラに乗っているときはとても無防備になるので倒されやすいですからね。そのことを考えると、ヤグラより関門の前を確保して味方が時間稼ぎしている隙に乗ることを意識するといいかと思います。弓は射程があり、爆発矢などうまく使えば相手の移動を抑えることも可能なので、率先して圧をかけていきましょう。ヤグラに乗っている場合も次の関門の先を見るようにするといいかと思います。続いては関門についてです。関門到達時ですが、射程とスペシャルで相手に圧をかけることを意識するといいかと思います。射程での圧は高所や矢倉に近づくための敵のルートを抑えるように射撃する意識が大事です。矢倉のルートは比較的高所から囲まれやすくなっています。相手が顔を出しやすいようになっているため、攻撃させないことが重要です。矢倉が見える高所には爆発矢を打ち込んで時間を稼ぐようにしましょう。ではスペシャルの活用ですが、メガホンの射程と時間を活用すると非常に強力になります。メガホンの発動時間は6秒ほどです。関門の突破には約7秒ほどかかることが多いので、関門に入る前に発動すると関門突破ギリギリまで邪魔をすることが可能となります。またロックオンの射程もあるため、事前に後衛の位置を把握し発動を狙うといいかと思います。矢倉の柱裏から狙えるので強いんですよね。
スペシャルの発動がうまくいけば、あとは前衛を抑えれば安定しますので、メインで近づけさせないように圧をかけると関門が突破しやすくなります。積極的に矢倉に乗って射程とスピを生かしてカウントを進めていきましょう。続いては奪還についてです。防衛ですね。相手に矢倉を取られている時ですが、矢倉より前に来ている相手をしっかり処理するのが大事かと思います。カウントを進められるリスクがありますが、手前に人数を抑えて前衛を落とすようにするのが重要かと思います。相手の前衛がいないようであれば、矢倉に直接メインを叩き込むのが最適です。直当てを狙うのもありですが、矢倉の柱左右に爆発矢を打ち込むと倒しやすいので、2発当てて確実に倒すようにしましょう。この時ですが、矢倉より高い位置から攻撃をすることが大事です。矢倉と同等の高さの場合、外した時に矢倉の土台に矢が刺さらないという可能性があります。それを防ぎつつ効率的に矢を当てるとなると、矢倉より高い位置で狙うのが非常に大事です。外しても矢が刺さりますので意識してみてください。スペシャルの使用についてですが、カウントの逆転がされそうなら矢倉付近にいる敵の複数を狙うようにしましょう。一人だけだと他の敵が乗って維持する可能性があるためです。こういう時はより多くの敵を邪魔する意識をするといいかと思います。4つのシーンに分けて話しましたが、矢倉全体において気をつけたいことを2つお話ししたいと思います。1つは矢倉には積極的に乗る、2つ目はスペシャルは邪魔を優先で使用するとなります。1つ目の矢倉に積極的に乗るに関してですが、むやみに乗るという意味ではないです。防衛としての役割はキルと前衛のアシストです。そのアシストの部分にはルーユ関与も含まれます。例えばですが、前線が矢倉の前を確保しているのに矢倉に乗っていないため前線から下がってきたとします。このような状況になると、せっかく上げた前線を下げてしまうんですよね。もったいないです。この時の矢倉に乗って射程を生かして相手を抑えたり、スペシャルゲージも自動で貯めるサポートをしていたら前衛としてはどうでしょうか。前線でデスする可能性はありますが、何もサポートないよりかは前線を維持しやすくなると思います。その点を踏まえて矢倉には積極的に乗ってサポートすることを意識したいところだと思います。2つ目のスペシャルは邪魔を優先で使用するですが、メガホン自体は非常に強力なのですが、足場が取れていなかったりするとなかなかキルを取ることが難しいスペシャルだと思います。特に矢倉自体が動くルールなので足場の変化も多いんですよね。そのことを考えると、スペシャルで相手を倒すというのは非常に難しいのがわかると思います。その点を押さえた上でスペシャルを最大限活用するなら、邪魔をするために使う方が強いように感じます。特に延長戦に入った場合、矢倉から下ろせば取り返すチャンスを作れます。こういったチャンスを作るきっかけにもなるので、使用するシーンの優先度を変える意識をしていきたいところですね。はい、今回はここまでとなります。耳栓の押さえておきたいガチルール解説、ガチ矢倉編はいかがでしたでしょうか。ガチ矢倉は耳を使っていると非常に相性のいいように感じます。ですが、矢倉の前を取ってくる短射程の処理をうまくできないと抑え込まれて何もできない一面もあるため、人によってはかなりきつく感じるかもしれないです。一人ではどうにもできないルールではあるので、勝率が高い動きを意識して突き詰めるといいかと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。